皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。はい、ということで本日もですね、ラバちゃんの実写動画こちらの方やっていきたいと思います。本日ご紹介いたしますのは、もう早速目の前にございますこちらのコントローラーでございます。はい、ものすごく珍しいコントローラーとなってまして、スティックキーがついているキーボードと、一応キーボードのくくりですね。なのでこっちに 1,2,X,E とかこのキーボードのキーがあるというところでですね、私前から言ってたこちらですね、左手デバイスこちらの方使ってたんですけども、やっぱりね、あのコックピットでキーボードをですね長く打ってるとどうしても手首痛くなるんですよ。なんでかっていうと場所を変えられないんで。なので手首を曲げなくてもいいということで、こちらのモンゴリアンスタイルの左手デバイスですね、トリガーみたいにこのように持って、あのこっちにもついてるんですよね。でこっちにあのシフトとかコントロールキーがついてるということになってて、でこれが WASD ですね。 WASD にこちらがもうマッピングされてる状態になってると、すごい珍しいっすよね。なのでボタンの切り替えができないらしいんですよ。でマッピングがもうされてる状態になってると。なので、まあ、逆に言えばですね、あの面倒な設定しなくてもいいというところになってて、でちゃんとこちらのスティックもですね、8軸になってますね。はい、8軸になってるんで、斜めとかの方向の入れ方もできるということになっております。はい、まあ、こちらリンクの方載せておきますんで、気になってる方はちょっとチェックしてみていただければなと思います。でこれとマウスで、まあ、モンゴリアンスタイルですね。モンゴリアンスタイルの、まあ、究極なのかなと思います。モンゴリアンスタイルといえばですね、皆さんあのコントロールパッド、ジョイコンですね、ジョイコン使ってモンゴリアンスタイルっていうのが一般的ですけども、一応これに関して言うとキーボードの扱いになるんで、まあ、キーマウト左手デバイスのレイザーのね、左手デバイスありますけども、それの進化系というところで据えていただければなと思います。はい、ということで、まあ、早速なんですけども使っていきたいと思います。はい、ということでコックピットの方やってまいりました。でいつもはですね、こちらの先ほどご紹介しました左手デバイスでこのような感じでやってるんですけど、やっぱりですね、手首を裏返してるみたい、こういう風にやっぱ寝かせてるとね、どうしても痛くなるんですよね。うん、なので自分の好きな位置にこれが持ってこれてたら多分いいと思うんですけど、ここで開いてる状態だとやっぱどうしても痛くなると、やっぱここにシフトとかがあるんで、でまあここでいつもあのサブで置いてあるキーボードで、あのその他のキーは入れてるんですけども、やっぱりね、まあ、シフトと一緒ですね。手首が縦になる状態で置いとかないとやっぱ痛くなるというところで、こちらのキーボードを変えていこうかなと思っております。でやっぱコックピットってね、ここにキーボード置けないんで、はい、まあ、こういうね、いろんなデバイス置いてますけども、やっぱりね、ここでキーボード操作ができないっていうのを、まあいかにクリアしていくかっていうところでございますね。はい、ということで今ちょっとつけてみました。まあかなりいい位置じゃないかな。まあちょっとまだね、下固定してないんでずらせるんですけど、めっちゃ軽いんですよこれ。めちゃめちゃ軽いで、軽いので、あのすぐに動いちゃうから、下あれですね、ちょっとあの動かなくなるパッドみたいな滑り止めパッドとか置いた方がいいかもしれません。でここで左手こうやって持って、右手はこのような感じでマウスで、こっちがモンゴリアンスタイルでっていう感じで、まあ操縦桿握ってる感じでね、いけるのかなと思います。はい、で真ん中はハンドルね、ハンドル置いてやるということになっております。はい、はい、ということで APEX の射撃訓練場に来てみました。あの左手のデバイスが見えるようにちょっとこちらの方拡大してですね、今左手のデバイス映してますけども、まあやっぱ動かしやすいっすね、だいぶ。まあ、キーマウちょっと私まだ慣れてないのであれですけど、このやっぱり移動の仕方が、このやっぱスティック大きいっすね、これ。であのここのですね、トリガーの後ろについている、ここがシフトと、シフトコントロールなので、スライディングジャンプとかももう全然
握ったまんまっすね。下上っていけば全然いけちゃうと。 E ボタンがちょっとこのなんでしょう、スティックのここにあるんですよ。なので押すときにちょっとこの親指の付け根を使う感じにはなりますかね。なんでなんか物拾うときとかもあれですね。ただボタン変えられるんで、あのエイペックスの中でキーの配置変えられるので、キーの配置っていうか適用キーを変えられるので、まあそれでうまいことですね、ちょっとまあ操作しやすいようにいければなと思います。でまあエイペックスは私パッド勢なんでキーマウでやることはないんですけども、まあ他のゲームですね、ホラーゲーとか俺よくキーマウでやったりとかするんで、そっちをねやっぱり疲れないようにしたいというところで、とか言ってキーマウ、モンゴリアンスタイルキーマウに映ってるかもしれませんけども、あ、これで変えられるんだね。はい、ということでエペックスから戻ってまいりました。まあ刺すだけでキーボード扱いなんで、あの PC にも刺しただけでもうアクティベートされてるっていう点がめちゃめちゃ楽で、で作りもですねかなりあの 3D プリンターで出力しただけではなく、ちゃんと削り出しじゃないけどプラスチックでちゃんと型取りされて作られてる感じがしますね。なまあここら辺のキーはですねちょっとまあ形として正方形なあれですけど、まあこれも計算されてこうなってるんでしょうね。うん、まあ質感は重いほうか悪くないっす。でさっきも言いましたけどめちゃめちゃ軽いんで、はい、重さはない。なので使っててずれることがあるんで、ここにですねまあ滑り止めのパッドかなんか貼って動かないようにした方がいいと思います。はい、でスティックもこれに関して言うとプレステ4の方のスティックにだいぶ近いっすね。カチカチしない感じのスティックです。はい、でこちらのボタンに関してはですね、あの普通のゲームパッドのボタンに近いですね。反応はだいぶいい、うん、ただやっぱちっちゃいので押すときにやっぱミスがないようにって感じですかね。この E だったらこの親指の付け根で押すとかなんで、まあここの3、4とかはちょっと離れてるから離さなきゃいけないけどね。でやっぱここのトリガーの部分ですね、トリガーといえあのこちらもボタンなんですけども、はい、下からですねレフトコントロールとスペースと、ここが G でしたね。はい、 G だったんでそこもかなり持った上でこのような感じでいけるんで、まあ人によってはこう押すかもしれないですけど、私はこの感じでしたね。この感じで持ってって、まあジャンプスライディングと、まあ本当はこうの方がいいんですけどね。なんでここジャンプと入れ替えてもいいかもしれません、はい、Apex とかだとね。うん、まあでも本当に私の中ではかなり高評価なデバイスとなっておりますので、はい、ラピングさんが作っておられますこちらの左手デバイス、はい、あの概要欄の方にねリンク貼っておきますんで、ぜひぜひ気になった方ねチェックしていただければなと思います。税込みで確か7000ぐらいだったんで、あのそんなに高くないあのデバイスでございます。はい、はい、というわけで皆さんまたラバちゃんの次の動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。